自動車に積もった黄砂黄砂解説図地球規模で移動する黄砂。人工衛星のオゾン全量分光計を利用して観測された。中国付近の黄砂は数日かけて北、アメリカまで到達している。黄砂とは特に中国を中心とした東アジア内陸部の砂漠、または乾燥地域の砂塵が強風を伴う砂塵嵐などによって上空に巻き上げられ、 春を中心に東、アジアなどの広範囲に飛散し、地上に降り注ぐ気象現象。あるいはこの現象で飛散した砂自体のことである。気象現象としての交差は砂塵の元になる土壌の状態、砂塵を運ぶ気流など、大地や大気の条件が整うと発生すると考えられている。発生の頻度には季節性があり、 春はそういった条件が整いやすいことから頻繁に発生し、比較的遠くまで運ばれる傾向にある。ただ、春に発生する頻度が極端に多いだけであり、それ以外の季節でも発生している。黄砂は国境をまたぐ範囲で被害を発生させ、しかもその程度や時期に地域差がある。発生地に近づくほど被害は大きくなり、田畑や人家が砂に覆われたり、 周囲の見通しや日照を悪化させたり、交通に障害を与えたり、人間や家畜などが砂塵を吸い込んで健康に悪影響を与えたりするなど、多数の被害が発生する。海を隔てた日本でも、交差の季節になると、建物や野外の洗濯物、車などが汚れるといった被害が報告されている。東アジア全体での経済的損失は、日本円に換算して、 毎年7000億円を超えるとされる。発生地に近いほど、砂塵の濃度は濃く、大きな粒が多く、飛来する頻度も高い傾向にある。モンゴル、中国、韓国などでは、住民の生活や経済活動に多大な支障が出る場合があり、交差への対策や、交差の防止が社会的に重要となっている。近年は、東アジア各国で、 黄砂による被害が顕著になってきているとされており、一部の観測データもこれを裏付けている。これに加えて、環境問題への関心が高まっていることなどもあり、黄砂に対する社会的な関心も高まっている。一方、黄砂が自然環境の中で重要な役割を果たしていることも指摘されている。飛来する黄砂は、洪水による氾濫堆積物や火災物と並ぶ。 堆積物の一種であり、土地を肥やす効果がある。また、黄砂には、生物の生育に必要なミネラル分も含まれており、陸域だけではなく海域でもプランクトンの生育などに寄与している。また、芸術の分野では、黄砂のもたらす独特の景観などが文化表現にも取り入れられており、黄砂のもたらす情景を歌った古代中国の監視が伝えられるなどその歴史は古い。 黄砂が生活に深刻な被害を与えている地域もある一方で影響が軽微であり珍しい自然現象、季節の浮遊物死などとされている地域もある。黄砂という語で一括りにされているが、この語を気象学的に定義すると複数の現象が含まれている。発生地付近では黄砂の元となる砂塵嵐、大気中を浮遊する黄砂はエアロゾル粒子であり、 風の有無にかかわらず交砂が空中に大量に浮遊、降下している状態は風塵や煙無、塵理炎無である。また、指定障害現象にも分類される。東アジア各国では気象機関がそれぞれ交砂の定義や強弱の基準を定めているが、いずれも少しずつ異なっている。発生地の衛星画像。中央よりやや上に寄ったところにある。 薄橙色や薄茶色の部分が主な発生地。左側から、タクラマカン砂漠、ゴビ砂漠、オード高原の順に並ぶ。XY ちゃん、エトールによる黄砂発生源の分布地図。タクラマカン、ゴビ、オード高原が大きな割合を占めるが、周辺の砂漠からの発生もある。黄砂の元となるタクラマカン砂漠の砂塵嵐を捉えた。 衛星画像時間とともに東に移動する交差2007年3月30日と31日に撮影代表的な発生地としては西からの3カ所が挙げられる。面積はこれら3大発生地だけでも日本の国土面積の5倍以上と広い。これ以外にも以下のリストのように交差の発生が考えられている乾燥地帯がある。これらの地域はほとんどが 東アジアだが、一部は中央アジアにも及んでいる。またこれ以外に中国東北部、モンゴル北部、ロシアの一部なども発生源となっている可能性がある。これらの発生地は、おおむね年間降水量が500ミリを下回り、ところによっては100ミリ以下という乾燥地帯であるため、地表が砂で覆われている。また、乾燥地帯が発生地ということはわかっているものの、 飛来する砂塵の分析結果から、発生地は砂漠のみであるとする説、砂漠以外の乾燥した地域であるとする説、その両方であるとする説の3つが唱えられている。北京、天津付近を襲う濃い交砂中国、朝鮮半島、日本に広がる交砂低気圧の風に乗って移動する交砂現在、交砂の大部分は、発生地である乾燥地帯を襲う砂塵嵐により、 大気中に巻き上げられると考えられている。砂塵嵐の発生の度合いは、年中乾燥した土地であればほぼ風だけで決まるが、降水のある土地では、風に加えて、地形、氷土の湿り具合、積雪や凍結の有無、植生、土壌粒子の大きさ、地表の凹凸の荒さなど、地表面の様々な状態に左右される。土壌粒子の大きさに関しては、氷土や岩石が、 温度変化を受けたとき、特に凍結という回を繰り返したときに、風化により、砂流の微細化が進む。ある研究によれば、タクラマカン語尾、オード高原ともに、上空10メートルの平均風速が、秒速5メートルを超えると、局所的に地面から砂塵が舞い上がり始める。これが激しいもの、つまり、砂塵嵐に発達するときには、語尾で、秒速10メートル、タクラマカン。 オード高原で秒速6メートル以上の風が吹いているという研究結果がある。砂塵嵐によって砂が巻き上げられる高さは最大で上空78キロメートルという報告があるが観測装置が故障することがあるため推定である。また強い低気圧が通過した前後などは砂塵嵐が多く発生し黄砂の量も多くなる。また 降水量との関係で言うと、発生地で降水量が少ないほど、黄砂の発生は多い傾向にある。降水量によって土壌の乾燥状態、積雪や植物の有無といった地面の状態が変化するためである。なお、砂塵嵐のことを中国語で砂塵棒と言い、中国の市民の間では、黄砂という言葉はほとんど使われず、砂塵棒をよく用いる。参考画像。 イラクで発生したサジン嵐サジン棒は時に猛烈に発達することがあり、中国の気象当局は瞬間風速秒速25メートル以上で指定が50メートル以下のサジン嵐を黒風棒、または黒風と規定、俗に黒い嵐などと呼ばれている。黒風棒は寒冷前線の通過時などで大気が不安定になった時にダウンバーストや ガストフロントなどの局地的な突風をきっかけに発生する。水平方向の大きさは小さいもので数百メートル、大きいものは100キロを超える。大きな渦を巻きながら移動し、これが押し寄せてくると高さ数百メートルの砂の壁が迫ってくるように見える。砂の壁の中に入ると急激に周りを飛ぶ砂の量が増え、次第に周囲が黄身赤みを増しながら、 暗くなり、風も強まってくる。数十分ほど屋外は真っ暗となり、歩くことさえままならない状態となる一方、屋内に避難していても砂の侵入によって、日常生活が難しいほどになる。黒風防の発生は、ごく稀ではあるが、近年では1993年5月5日に、発生して、甚大な被害を出した。また、 周囲を山脈に囲まれたタクラマカン砂漠などの高低差が大きい発生地では山野風と呼ばれるほぼ毎日同じ時間帯に吹く強風が砂塵嵐を強める要因になっているとの指摘もある。ゴビやオード高原からの交差は上空1から2キロでよく観測されるのに対し周囲を6000メートル級の山脈に囲まれるタクラマカンからの交差は上空6キロ程度に よく観測される傾向にあり、夏のバックグラウンド交差の主な発生源となっている。砂塵の飛散と移動のメカニズム。風が吹くと大きく分けて3つのパターンで粒子が移動する。転がるようにして進む砂。跳ねながら進む砂。空中を浮遊する砂。単に砂塵が舞い上がると言っても、砂塵の粒の大きさによってその動きは全く違う。 粒の直径が約1ミリ以上のものは回転運動。0.05ミリから1ミリくらいのものは躍動運動。約0.05ミリ以下のものは冬運動をすると言われている。回転運動をする砂は発生地周辺の目に到達し、移動する砂丘を構成する。躍動運動をする砂は地面を飛び跳ねながら移動し、砂人房のほとんどを構成する。冬運動をする砂は風に乗って、 上空を移動し、遠くまで到達する。冬運動をする砂の運動を詳しく見ると、砂塵嵐によって巻き上げられた後、日中温まった空気が上昇することによって起きる上昇気流に乗って、上空500メートルから2キロ付近に上昇して移動する。発生地付近では、砂塵の濃度や粒子の大きさがバラバラで非常に複雑な分布であるが、 離れるに従って高度1から2キロ付近に濃度が高い層ができる傾向にある。この付近の上空500メートルから2キロより下の大気は大気境界層といい空気の流れが複雑な層である。これより上には自由大気という層があり、一部の粒子がこの層にまで上昇してくると安定した速い気流に乗って遠くまで運ばれる。ただ、低気圧が発達しながら移動するなどして、 激しい風によって空気がかき混ぜられた場合は、日本上空で最大6の7キロ程度と、もっと高い高度にも高濃度の層ができて、遠くまで運ばれることもある。また、昼に発生して、大気境界層を浮遊している砂塵は、夜になって、大気境界層と自由大気の境界が下がってきても、そのまま同じ高度に留まるため、一部は自由大気に入って、 遠くまで運ばれることになる。東、アジアや中央、アジアなどの広い範囲には、偏西風が吹いている。しかし、地上付近では、偏西風の影響が少ないため、気圧配置によって砂塵は東以外の方向にも、流される。しかし、高度が高くなると、偏西風の影響が強くなるため、上空高くに舞い上がった黄砂は東寄りに流される。これにより砂塵は、 発生地の東側の地域への到達が多い傾向にある。なお、日本へ到来する交差について、ジェット気流に乗って大陸から日本へやってくると解説される例があるが、ジェット気流は主に高度8から13キロを吹いている風である。一方で、常日の通り交差は発生源から離れるところ1から2キロに濃度が高い層ができる傾向にある。したがって、 遠方まで輸送された交砂の事例を見ると、Z 気流よりもかなり仮想で輸送されていて、Z 気流によって輸送されたとは見なせない事例もある。こういった過程を経て、粒の大きな砂から落下していく。北京では、粒子の直径がおよそ4から20マイクロメートル、発生後3、4日経って到達する日本では4マイクロメートル前後という調査結果がある。韓国気象庁の解説では、 上空に舞い上がって運ばれる黄砂は3割が発生地に2割が発生地の周辺地域に5割が日本、韓国や太平洋などの遠方に運ばれて落下、沈着するという。そしてより近い発生地からの黄砂の方が飛来の頻度が高い。例えば朝鮮半島で観測される黄砂は多くが西方の黄土高原、小尾砂漠などで発生したもので、 タクラマカン砂漠で発生したものは稀である。朝鮮半島とタクラマカン砂漠は5000キロ以上離れており、長距離運搬される条件が整った時にしか砂塵は到達しない。また、韓国に到達する黄砂の発生から飛来までの経過日数と、飛来時に黄砂が分布する平均高度を調べた韓国気象庁の資料では、タクラマカン砂漠は経過日数4の8日。 高度4から8キロ、中国北部の乾燥地帯は3の5日1から5キロ、大土高原は2から4日1から4キロ、中国東北部は1から3日1から3キロなどとなっている。黄砂の年間発生量は年間2億から3億トンと推定され、対する降下量は北京で春には1ヶ月間に1、平方キロメートルあたり10から20トン程度。 日本で1年間に1平方キロメートルあたり1から5トンと推定されている。ただしその量は発生地の毎回の天候に左右される。なお、1998から2000年のデータでは、北京の完成降下物のうち8割が黄砂を含む土壌性の粒子であった。また、日本における黄砂を含めたバージンの総降下量は、 国内平均で1年間に1平方キロメートルあたり40トン程度とされ、黄砂はその1割程度にあたる。黄砂が空を覆った風景。山は霞んで見える。上の写真と同じ場所のすっきりと晴れた風景。山ははっきりと見える。時期としては春に最も多く発生する。降水量が少なく地面が乾燥する冬はシベリア高気圧の影響で、 風があまり強くない、穏やかな天候が続く上、ほとんどの乾燥地帯の氷土は積雪に覆われてしまうため、黄差が発生しにくい。春になると、氷土を覆った積雪が溶け、高気圧の勢力が弱まる代わりに、偏成風が強まり、低気圧が発達しながら通過するなどして、風が強い日が増えるため、黄差の発生も増えると考えられている。 春の中盤に入り暖かくなってくると植物が増え、夏になると雨も多くなるため、土壌が地面に固定されるようになって、次第に黄砂の量は減り、秋に最小となる。発生地側の新疆をウイグル自治区での砂塵嵐の日数を調べた統計では、最多の4月に年間の約20%が集中し、3月から6月の4ヶ月間に、 年間の約70%が集中する。トンから火星回廊での砂塵嵐の日数を調べた統計では春の3ヶ月間に年間の5割弱が集中する。ただし秋にも約1割の発生があり、年間を通して発生している。一方、平市側の日本では春に当たる2月から5月の4ヶ月間に年間の約90%が集中し、 夏にあたる7月から9月は全くと言っていいほど観測されない。ただし、これは地上での観測をもとにした統計であり、上空を通過する薄い交差は夏にも観測されている。また、近年、地上では指定も低下しないため交差として観測されない時に自由大気と呼ばれる構想で薄い砂塵が観測されることが分かってきた。これはバックグラウンド交差と呼ばれている。 普段地上で、ほとんど黄砂が観測されない夏や秋にも発生する。ほか、鉱山では、酸性ギの中和に関与していることが、解明されてきている。バックグラウンド黄砂の特徴として、発生時付近で砂塵嵐の発生がなく、砂塵を巻き上げて運ぶ、低気圧さえない状態にもかかわらず、発生することが挙げられる。また、バックグラウンド黄砂の成分の特徴として、 通常では CA が主に c o 4の形で存在しているのに対してバックグラウンド交差では主に c o c 3の形で存在していることが挙げられる。これはバックグラウンド交差が地上から排出される大気汚染物質に含まれている SO42 とほとんど混ざっていないことを意味し普通の交差とは異なる経路を通ってきていることを示している。東アジア各国で 気象機関が独自に定めた交差の定義や強度を運用している。例えば、日本では、飛来してきた大陸製の土壌粒子が浮遊する現象を交差として記録している。各国で定義は異なる。なお、世界の気象観測の報告で用いる国際気象通報式シナップでは、交差そのものを直接表す表現はないが、天気の報告の中で黄砂に該当するものは、 以下の11種類である。国境を越えて移動することから、研究や予報には観測データの国際的な共有が重要だが、東アジア各国で、交差対策協力が始まった当初、中国は情報提供に難色を示していた。2008年春から中国が情報提供を開始したことなどを受け、データを共有できるようになり、交差の予報の精度などが向上している。 指定、空の色などの目視観測と指定、湿度や精密景気による機械観測が併用されている。研究や大気環境の監視を目的とする精密な観測においては、目的に応じて様々な計測機器が使用されている。以上は地上に設置する機器である。飛行機、ヘリコプター、気球、船舶を利用した観測、2000メートル以上の高地での観測もある。 交差粒子のサンプルを採取した分析なども行われている。このほか、広域的な観測ができる人工衛星のデータも利用されている。古くは、日本では少なくとも7万年前以降の最終表記には交差が飛来していたと考えられている。最終表記の初期にあたる7万年前から6万年前頃の風総ダストの体積量は10。 立方センチメートルあたり12グラムであった。関心余にあたる1万年前から現在までは同3から4グラムである。つまり最終表記初期は現在の3から4倍とかなり多かったと推定されている。このほか1万8000年前にも黄砂の体積量が増えたというデータがある。気候との関係については一般的認識とは逆の推定がされており、 発生地域が寒冷期にある時には乾燥化が進む上大気循環経路の変化により寒気の南下回数が増え砂塵嵐の頻度が増えることから黄砂が増加すると考えられる逆に温暖期にある時は湿潤化が進むことなどから黄砂が減少すると考えられている2000年期間の中国でのゴミの降下頻度の記録からゴミの降下頻度の増加が 気温の上昇と逆相関関係にあるという研究があり、この説を裏付けている。また、現在交砂の発生源となっているオード高原は250万年前から始まり200万年前から増えた風ソダストによってできたと考えられている。これら交砂や風ソダストの量の変化は気候変動や地殻変動によって風や降水、地形などのパターンが変わったことによる。 また、日本の南西諸島には、クチャと呼ばれる、厚さ約1000メートルの泥岩層が分布しているが、この層には、交差由来の粒子が含まれていると考えられている。島尻層泥岩は、新大三期、およそ2500万年前から200万年前頃の地層であり、この頃にも交差が飛来していた可能性を示唆している。さらに堆積物の分析結果から、最も古い時代では、 白亜気候期にあたる約7000万年前から交差が発生していたと考えられている。中国では紀元前1150年頃にゴミウと呼ばれていたことがわかっている。資料においてはこのほかアメド、アメズナ、ドバイ、コウムなどの故障があった。また、BC300 年以後の交差の記録が残された書物もある。朝鮮では三国式に 白木時代の174年頃の記述として、ウッドゥという表現が残っている。怒った神が雨や雪の代わりに降らせたものと信じられていた。644年頃には、黄砂が混ざったと見られる赤雪が降ったという記録も残っている。日本では、あずま文英3年2月1日付で、晩に泥の混じる雨降る。期待の回意なり。と記される。 さらにその件についてのコメントとして、天平十四年に、道の区国で、単雪が降ったとされることなどの恒例を挙げ、泥の雨は初めてだがそういうことも起こりうるのだろうと、述べられている。1477年には、暮れない雪が降ったとの記録が残っている。江戸時代頃から、書物に、泥雨、暮れない雪、高雪などの交差に関する記述が見られるようになった。また、 俳句の季語としては、倍、倍曇り、倍風なども用いられている。ソウルの過去90年間の黄砂観測日数の推移、1930から1945年頃が突出して多い。日本の過去40年間の黄砂観測日数の推移近年は、黄砂の発生が増加傾向にあるとの報道が多い。地球温暖化や砂漠化の進行を考える上で、 黄差の発生頻度の変化は重要な視点の一つとされているが、正確にその変化を捉えるためには、長期的なデータが必要となる。主なデータを一家に挙げる。黄差の強さや頻度は、数年から数十年単位で変動していることや、その変動は地域によって異なることがわかる。総じて、韓国では1950年代以降、中国では2000年代以降に増加傾向にあると言える。 近年の数年数十年単位での変動は、降水量、積雪面積、積雪期間、砂塵嵐を発生させる暴風の発生頻度、黄砂の飛来経路などの天候パターンの変化や、自然起因の気候変動による砂漠化や土地の乾燥化によるところが大きいとされる。ただし、砂漠化や乾燥化については、 人為的な関与も指摘されており、特に2007年の時点で国土面積の18%、約174万平方キロメートルが砂漠と化している。中国の砂漠化の進行、その背景にある過剰な放牧や高地拡大などの農業の問題、生活や経済の問題がその原因とされており、環境問題として捉えられる場合もある。中国政府や地方政府が 農業政策を誤ったり、過放木、過剰工作を抑制できなかったことで土地の乾燥化に拍車をかけ、乾燥地域の拡大につながっているとの指摘もある。一方、黄砂の影響を受けている韓国や日本なども、木材や農産物の輸入などを通して、間接的に関わっているとの見方がある。内モンゴル自治区などでは、過放木や工業汚染によって乾燥化が進み、 交差の新たな発生地になりつつあると言われている。カザフスタンでは、アラル海の例を見るとわかるように、農業政策の失敗により地下水や湖水を、汲み上げすぎるなどして、土地の乾燥化が進んだ。また、汚染された排水や廃棄物によって土壌が汚染され、植物が枯れて乾燥化を進めている例もある。その他にも、地球温暖化により内陸部の降水量減少や、 気圧配置の変化が引き起こされ、それらが乾燥化や強風の増加をもたらして、黄砂の増加に関係しているとの考えもある。また、エルニーニョ現象と黄砂発生頻度の関連性も指摘されている。ただし、黄砂や黄砂被害の変化と、その原因とされる自然環境の変化や人為的な要因については、まだ不明な点もある。また、黄砂とは別の問題である。 大気汚染などが、黄砂の悪影響を増大させている側面もある。世界のエアロゾルの分布。中国、インド、アラビア、半島、ギニア湾岸と、マレー諸島で多い。類似の現象としては、アフリカサハラ砂漠からの乾燥した、高温風、ギニア湾岸から、ベルデミサキ付近の地域で吹く乾燥した、冷涼風ハルマッタン、スーダンの砂人嵐、ハブーブ、エジプトの乾燥した。 高音風波無心などがあり、砂塵嵐を伴うことが多く、黄砂によく似ている。白コは砂塵の混じった赤い雨を降らせたり、地中海に広く分布する赤土テラロッサの起源になっていると考えられており、オードと関連付けられる黄砂と類似している。これらは砂に対して名称が付けられている黄砂と違って、風や砂塵嵐に対して付けられている名称である。 また、黄砂のような砂塵の大規模な発生地帯には、中央アジア、アフリカの他に、北、アメリカ、オーストラリアなどがある。日本などの発生地から、ある程度離れた地域に飛来する黄砂の粒子の大きさは0.5メートル5メートル程度であり、流形分布では4メートルにピークが見られる。これは、タバコの煙の粒子の直径より大きく、 人間の赤血球の直径よりやや小さいくらいである。この大きさの粒は地質学での採設物の分類においては砂というよりも泥にあたり非常に小さい部類に入る。中国で観測されるものは粒の大きいものが多く日本で観測されるものは粒の小さいものが多い。1934年に中国から日本にかけて行われた調査では 粒の大きさは1メートル500メートルのものが多かったという。1979年に名古屋で採取された黄砂の分析では、概ね1マイクロメートル30マイクロメートルのものが多く4マイクロメートルくらいの粒子が最も多かった。粒径分布は比較的広く観測されていることから、黄砂の大粒子は粘土粒子同士が凝集したり、やや大きい鉱物の粒子に、 粘土粒子が付着したりしてできたもので、集合したものとしていないものが混ざって飛来してきているのではないかと推定されている。黄砂の色は、黄土色、黄褐色、赤褐色などに近い。空が黄砂に覆われた場合、流形が小さい、濃度が低い時は、ミン酸ンにより白っぽく霞んで見え、流形が大きい、濃度が高い時は、太陽光が黄砂粒子を透過。 屈折することでおおむね気褐色、赤褐色に見える。街を覆う交差交差に霞む街並みと夕日交差に霞む京都市街交差によって以下に挙げるような様々な被害が確認されている。確認されている被害範囲は東アジアの広範囲に及ぶ。モンゴル、中国、韓国では交差による被害は大きな社会問題となっている。日本では これらの諸国に比べて被害は軽く、環境問題として取り上げられることが多い。発生源から離れた地域に被害を及ぼす、国境を越えた環境問題の典型的な例の一つで、中国などの経済発展と密接に関連しており、政治的な対策が鍵を握るとの見方もあり、一部では、イエローダストテロリズムと呼ぶ向きもある。また、 交砂の観測やモデルによる交砂飛散の推定結果などから東南アジアで発生したススや一酸化炭素が日本に飛来してきていることもわかりアジアの他の地域でも同様の越境汚染問題があることが分かってきている大気中の交砂の濃度が比較的薄ければ多少の黄身を帯びた霞が発生し普段よりも視界が悪くなる程度である被害は 黄砂が少量の場合でも発生するが、量が多いほど被害が深刻になる。黄砂が降り注ぎ積もることにより、建物の窓や洗濯物が汚れる農作物の生育不良を起こすなどの物理的被害が最も多い。ビニールハウスに積もると遮光障害を起こすことがある。黄砂が雨雲や雪雲に入ると、吸着された黄砂が雨や雪の粒に混じって降ることがある。黄砂には、 非常に小さい粒子が含まれているため、雨と混じって、定常となり、建物や車などにべったりと付着することがあり、雨に混じらない黄砂のみが付着した場合に比べて、汚れが落ちにくい。黄砂が雪に混じると、積雪が黄色や赤色に変色することもある。黄砂は、大気汚染物質などと一緒に、大気中に長く留まり、周辺の雲の色を茶色く変色させ、 農作物への被害が指摘されている、褐色雲を作ることもある。大規模な交砂が発生した時は、気象衛星などの画像に映り込むことがある。気象衛星で初めて交砂の移動が確認されたのは1979年である。濃度が高い場合、視界が悪くなるために航空機の飛行や車の通行、鉄道の運行、人の歩行に障害を及ぼしたり、 大気を覆うことによって気象観測を妨害したりする。また、地上波放送などの電波が乱反射し受信障害や異常電波を引き起こすこともある。中国や韓国では、交差の濃度が高い時には乗用車の速度規制が行われることがある。精密機械や半導体の工場では、交差の微小粒子の侵入により不良品ができるなどの被害も発生する。速度規制や、 交通の混乱、健康被害などの諸被害によるものや、砂やゴミの処理にかかる費用も含め、大きな経済的損失も生じる。黒風棒のような発生地付近での砂塵嵐の場合には、砂も多く、強風を伴うため、建物の倒壊、埋没、電柱の倒壊や、電線の切断による停電なども起こる。交砂の発生地である砂漠の一部では、 砂塵嵐などによって砂丘が移動し、住居が砂に埋まったり、道路が通行不能になるなどして、住むことができなくなった村もあり、被害ははるかに深刻である。また、黄砂は乾いていても、簡単には落ちない上、泥のように固まりやすく、自動車の塗装やウィンドウを汚してしまう。一方で、乾いた時に、ワイパーやタオルで強く拭くと小さな傷をつけやすいため、 修復不可能な傷をつける原因となる。対策としては、なるべくこまめに洗い、水を使って洗う方が良いとされる。細かい砂の粒子や粒子に付着した物質、黄砂と共に飛来する化学物質などにより、様々な健康被害が生じる。ただし同じ汚染度でも、症状には個人差がある。黄砂としてではなく、黄砂もその成分の一つである粒子状物質の 濃度が高い状態での健康影響も多く報告されている。疫学的報告中国、韓国、台湾では呼吸器疾患や呼吸器感染症、心臓や脳の循環器疾患の増加と交差発生との相関が複数の論文で報告されている。また全息、アレルギー性鼻炎などのアレルギー疾患のほか、血膜炎などの眼科症状の増加も報告されている。 九百九十五年から九百九十八年の春に韓国で行われた疫学調査では、黄砂の飛来時に高齢者の死亡率が二二点パーセント上昇したほか、呼吸器、循環器、眼科の入院率や通院率が上昇した。中国の新聞の報道によれば、砂塵の飛散時には、肺の感染症、心臓血管の疾病、心筋拘束、高血圧、 脳卒中などの増加が見られるという。日本での疫学的な調査結果は2005年に環境省と海外環境協力センターの検討会が交差問題検討会報告書をまとめた当時はなかったがその後いくつか報告されている。京都大学の金谷久美子と富山大学の研究グループは2005から2009年春季の富山県における入院患者の調査から 交差の後の1週間は、小児全息患者が発作により入院するリスクが1.8倍、小学生では3倍以上になったと報告している。国立環境研究所の調査でも同様の結果が出ている。九州大学の北園高生らの研究グループは、福岡県における脳梗塞による救急搬送例の調査から、交差の日からの3日間は、 脳梗塞での搬送件数が7.5%増加、重症例に限ると5割以上増加したと報告している。一方、上記のような調査の多くは、交差以外の因子の影響が除去できていなかったり、統計学的に有意でないものが多いと指摘する文献もある。毒性学的報告交差の主成分である二酸化系素や付着成分である微生物は、 肺や鼻などで炎症を誘発しアレルギー反応を活発化させることが複数の研究で報告されている。なおマウスでの実験による推定から、交差単独、抗原単独、交差と抗原の混合の3パターンを投与した実験では混合の方がはるかに強いアレルギー反応が見られたほか、同様に交差と花粉を投与した実験でも混合した方が症状が強く、 交差だけよりも微生物や花粉などと混ざった状態の方がアレルギーの増後作用が強いという報告がある。の報告によると、交差との関連性が報告されている症状としては、咳、くしゃみ、鼻水などの呼吸器症状、肺炎や気管支炎の発症、増悪、目のかゆみや充血などの目の症状、皮膚のかゆみや湿疹などの皮膚症状、発熱、心疾患への影響、 またこれらと重複するが、喘息や、花粉症、アレルギー性結膜炎、アトピー性皮膚炎などのアレルギー症状悪化などがある。対策中国や韓国では、黄砂の濃度が高い場合に、マスクなどの着用を奨励したり、外出を控えるよう促したりする情報が、公的機関によって発表されている。俗説の息を出ないが、韓国では、市民の間で黄砂に含まれる。 有害物質排出を促進する食べ物として、豚肉などが知られている。実際に、韓国では、交差の時期に、豚肉や、サムギョプサルなどの豚肉料理の売り上げが伸びる。ただ、豚肉の不法和脂肪酸が、体内の重金属の排出を促すという研究が、韓国食品開発研究院から発表されるなど、肯定的な見方も、ある一方、効果は、薄いという見方もある。 砂や砂に付着した物質によって土壌や海洋へミネラルが供給され植物や植物プランクトンの生育を促進する作用もあり黄砂に土壌を肥やす効果があることも指摘されている黄砂の成分であるリン、鉄、アルミニウムなどが海洋のプランクトンやハワイの森林の生育に関わっているとの研究結果もあるまた 黄砂に含まれる炭酸カルシウムには中和作用があり、黄砂の飛来と雨が重なると、雨を中性、アルカリ性に変える。そのため、酸性雨の被害軽減にも寄与している。自力を失いやすい太平洋の古い火山島に養分を与えるプロセスの一つであり、黄砂の流れから遠い東、太平洋ほど森林は失われやすいとの指摘もある。黄砂が気候にもたらす影響は、 多数ある。黄砂の粒子が森林や海洋の上にあるときは太陽放射を遮蔽する日傘効果。黄砂の粒子が氷雪や氷河の上にあるときは太陽光線を吸収して大気を温める効果。黄砂の粒子が雲核となって地球上の雲の分布を左右する効果。黄砂に含まれる成分が植物やプランクトンに作用することで 炭素循環に作用する効果などがあり、結果的にどう作用するかは現在はっきりとわかっておらず、気候モデルを用いた数値シミュレーションなどの研究が進められている。交差で霞んだ空、太陽は銀色に見えている。上空を舞う交差によって太陽や月などの見かけの色が変わることもある。太陽は銀色になったり、周りに青い光感を伴って青色になったりする。また、 月も青色になって、青い光感を伴うことがある。こういった現象は滅多に目にすることができない珍しい現象であるが、中国北部をはじめ日本などでも観測例がある。この変色現象は、黄砂の粒子が太陽光の一部を遮蔽して弱め、残りを散乱することで起きる。青の変色は、主にミー散乱によるものと考えられており、同様の原理で、 火星の地上で感望する夕焼けは青くなる。北京の商店の交差対策。入り口に交差避け用のビニール製ののれんがある。交差による被害への対策は各地で行われている。発生地に近い地域では降り積もる砂を建物内に入りにくくしたり、屋根などに砂が積もって重くならないような工夫などがされている。建物の窓を閉める。 建物に入る前に衣服に付着した黄砂を払う、黄砂の発生後は、掃除を行うといった対策が挙げられる。健康面での被害への対策として、黄砂が大量に降っている場合は、砂の微粒子を体内に取り込まないように、メガネやマスクを着用する、うがいやて洗い、洗顔を行う、外出を控えるといった処置を取ることが挙げられる。黄砂は少なくとも数万年前から発生しており、 自然現象であって完全に防ぐことはできないという考え方もある。しかし、人為的な処置によって交砂の量を減らすことはできるのではないかと考えられており、発生地の砂漠化の防止を中心とした対策が行われている。中国国内の砂漠化、乾燥化地域のほとんどが交砂の発生源と考えられている。現在に至る過去数十年間、 中国での砂漠化の主な原因は、過伐採、過放牧、過剰工作、水利用の失敗などの人為的なものに加えて、自然な気候変動による乾燥化が重なったことだとされている。砂漠化や乾燥化は、野焼きのほか、干ばつなどによる軽度の水不足によって植物が枯死することから始まる。これを放置してしまうと、どんどん深刻化していくが、 この初期段階で防ぐことができれば少ない労力で食い止めることが可能だと考えられ初期対策は重要とされているこのためには水が必要となるがもともと水不足であるため限界があるさらに社会的な原因として急激に増加する人口を養う必要性から生産力や経済力を上げる必要があったため中国北部や西部では 砂漠化しやすい土地でありながら、農耕や牧畜を従来の移動型から土地への負荷が大きい定着型へと変えてしまったことが挙げられる。タクラマ間間砂漠がある新疆ウイグル自治区でも近年、下放牧によって草原が荒れて砂漠化が進行しているが、その理由はタリム盆地周辺のオアシス人口の急激な人口増加によるとされ、中でも 漢族の急激な同地域における入植による人口増加が主な原因とされる。砂漠より少し降水量が多い大土高原などでは、もともと雨水だけに頼り、休校地を作って雨水を蓄えさせる伝統的な点水農法が行われていた。しかし、他地域と同様の人口増加によって、過剰工作や灌漑による塩類集積などが発生して、 乾燥化が進んでいると考えられている。こういった背景から、現在のところ、砂漠化防止のため、砂漠緑化と農法の改良を中心とした対策が重要視されている。具体的には、適切な植林、効率の良い焚き木などの燃料の確保、家畜の管理、土壌侵食の防止、灌買、水資源の有効利用、エネルギーの再利用、適切な土地利用や農法への転換、 砂の移動防止などがあり、技術開発を進め、専門家が指導を行って、砂漠化防止活動を長期間持続できるようにする必要がある。ただ、住民に負担を強いたり、生活自体を変えたりする対策が多く、砂漠化や乾燥化の防止は簡単に防ぐことができるものではない。中国の一人っ子政策などは人口抑制に大きな役割を果たしているが、それでも、 不十分であり、砂漠緑化をはじめとした地道な活動が交差対策として必要であるとされている。また、日本、韓国といった発生地以外の国も協力可能であり、実際に各地で砂漠緑化や農業指導などが行われている。しかしながら、植林などの対策よりも乾燥化の方が進行スピードが速く、交差対策は 実効性を表しにくいという見方もある。また、各地で気象観測の一環として交差が観測されているが、観測点に偏りがあることに加え、気象観測だけでは交差現象の解明には不十分のため、より精密で計画的な観測が必要となる。これまでは個人や小規模なグループによる研究が行われてきた。しかし、1990年代に、 交差現象の実態が詳しくわかるようになったことで、交差の実態把握には数十年という長期間の監視体制を整える必要があることが次第に明らかになってきた。現在市民向けに提供されている交差情報は以下の通りである。この他にも行政機関や研究機関による大規模なプロジェクトがある。また、モンゴル、中国、 韓国、日本各国の多数の大学、研究機関、行政機関が研究や観測に関わっている。複数の国家間で観測機器や資金の援助、植林や農業指導などの協力も行われている。植林や農業指導については NGO などの民間団体が関わったプロジェクトもある。対策が遅れている原因として各国で交差の定義や分類、 黄砂に関する認識に相違点があることが指摘されている。例えば、黄砂による被害は、モンゴルでは砂による害、中国では砂塵嵐による害、韓国では気象現象、日本では大気汚染とかなり異なった概念であると考えられている。また、黄砂の主原因とされる砂漠化の原因、その責任の所在などが、 科学的根拠をもとに明らかにされているとは言えない状況にある。発生国である中国やモンゴル、被害国である韓国や日本など、立場ごとにといった様々な主張が対立している。今後の課題としては、地表の水分量や植生の状態、作物の種類や分布、家畜の分布、地下水の取水状況などの継続した調査や観測機器の整備、 観測データの常時共有化、交差の定義や分類の統一、交差の予測技術の改良、対策の評価などが挙げられている。各言語での交差の名称は以下の通り、英語の名称は学術分野では言語に際に関わらず広く使用されている。このほか、歌や詩などに使われる場合などの別名があるほか、灰にし、赤切り、サンム、 なうといいった地域的な呼び名もいくつか存在する中国では、気象局の定める定義で、砂流や土ぼこりが空中を漂って、空の色が濁り、指定が低下している天気を、砂塵天気とし、そのうち指定10キロ未満は、要砂指定1キロ未満は、砂塵棒と呼ぶ。砂塵棒は、洪水、暴風といった他の気象災害と同様に3段階の警報が、 定められており、市民に周知される。交砂で霞む万里の頂上、発達霊頂上の円形交砂で霞む春の、ソウル市街交砂で霞む岡山県高橋市の様子2002年4月、アラスカまで到達した交砂の衛星写真東部でよく観測され、都市部では最近の経済発展によるスモッグとの相乗効果で、指定がかなり悪くなることがある。北京や天津などは、 発生地とされる砂漠に近く、近年は、たびたび大規模な黄砂に襲われている。発生地から比較的離れた地域でも、黄砂による被害をたびたび受けている。2007年4月2日には、上海で623グラムマイ立方メートルと、過去最大の量の黄砂を観測し、大気汚染指数が500と過去最悪の数値を観測した。 大気汚染指数は23回応と PM10 の濃度を基準にした中国独自の指標である。0から500の数値で表され、300以上が重度とされている。河北や東北地方では日常的に指数が100前後と高く、これまでに500を記録したことはあったが、上海で重度となったのは初めてのことだった。南方の台湾でも、 最高500グラム毎立方メートル程度の黄砂が春を中心に観測される。ただ、発生地周辺の中国内陸部やモンゴルでは単なる黄砂の効果よりも砂塵嵐による被害の方が大きい。農作物に砂が積もることによる不作のほか、住居に砂が侵入したり、視界不良による事故などで死者が出ることもある。強さ人望には、黒風、特強さ人望には、 黒風暴の続称がある。これまでで最も大きな被害は、1993年5月5日に、中国北西部で発生した黒風暴によるものである。死者、行方不明者112人、負傷者386人、家畜、牛馬の死亡、行方不明約48万3000頭4600本の電柱が倒壊、被害を受けた、高知21万ヘクタール。 森林被害18万ヘクタール、経済損失66億円のほか、多くの道路や鉄道が埋没するという甚大な被害を出した。死者の多くは学校から帰宅途中の子供であった。この時、寒粛省で22.9メートルグラムマイリメートルという記録的な高砂の濃度を観測している。中国の森林管理局によれば黄砂の影響を受けている中国人は、 約4億人で直接的な被害だけでも540億元に及ぶという。また別の推定では1990年代の交差に伴う経済損失は年間15億元だとされている。韓国では交差はその程度により強度0、強度1、強度2の3段階に分類されている。また、韓国気象庁は環境部署間の観測網から得られる PM10。 濃度の1時間あたり平均値の予報をもとに、規定の濃度が2時間以上続くと予想された場合に、3段階の警報体制をとっている。気象注意報、警報などと同様に、地域ごとに発令される。以上の基準は、交差被害の増加を受けて2007年2月10日に改正されたものである。2002年3月21日から22日の交差は、 記録的な被害をもたらした。ソウルでは PM10 の濃度が2266グラム毎立方メートルを記録、幼稚園や高校5000校余りが休校し航空気の結構や精密機器工場の操業見合わせなどの影響が生じた。1から2キロほどしか見通しも効かず、呼吸ですら困難なほどであったと地元新聞は伝えている。二千六年四月には二千十五 グラムマイ立方メートルが観測され、空の便も韓国国内便6便が欠航している。韓国気象庁によれば、韓国に飛来する交砂は内モンゴル、ゴビ砂漠、オード高原などを中心に発生し、発生からおよそ1日から8日かけて到達し、最も近い発生源である中国東北地方のものは最短半日で到達する。韓国政府の推定によれば、 交差の諸影響による同国での経済損失は年間およそ3兆から5兆ウォンにも達するという。また別の推定によれば、交差による医療、福祉分野の被害額や交差への対策費用は年間3640億ウォンだとされている。北朝鮮での交差の実態は、同国に関する情報が対外的にほとんど発表されていないため、あまり詳細にはわかっていない。 ただ、人体への影響、動植物や農作物への影響、工場などへの影響が発生したり、発生の可能性が指摘されたりしていることが、近隣諸国のメディアによって報道されている。日本では、気象庁により、黄砂とは、大陸製の土壌粒子が飛来し浮遊している現象と定義されており、指定が10キロ未満を判断の目安としているが、 1989年4月以降は10キロ以上でも明らかに黄差とわかる場合には黄差として記録される。気象庁は2004年から黄差に関する予報を開始した。黄差の発生が予測される場合、都道府県単位で黄差に関する気象情報を発表するほか、ホームページで黄差の観測値や到達濃度予測を発表している。2月から5月にかけてよく観測され、 特に春先の4月に多く、夏に最小となる。西日本や日本海側で観測されることが多い。山脈を隔てて、東側となる東日本や太平洋側、内陸部では観測数は少ないが、時々観測される。日本における、黄砂濃度の最高値は、交砂以外も含む浮遊粒子状物質の参考値では、 あるが2002年に1時間ち0.79メートルグラム毎立方メートルという値が観測されている。これは環境基準の約4倍である。1967年以降、日本での黄砂観測日数は平均20日程度であるが2000年から2002年にかけては50日前後と大幅に増加した。日本で黄砂観測日数が増える年は 中国東北部で低気圧が発達しやすく、西風が強い傾向にある。日本で観測される黄砂は、大気が霞み、微量の砂が積もる程度で、大きな被害はほとんど報告されないが、軽微な物理的被害や健康被害は報告されている。気象観測における天気としては煙無、またはチリ煙無に分類される。地上からの観測による情報はないが、 衛星画像による観測の解析から、ロシアの沿海州、カラフトなども、交差の通過ルートとなっていると考えられている。遠くで観測された例では、アメリカ合衆国のハワイ州、アメリカ本土、カナダなどがある。2001年4月上旬に発生した交差は、同月15日にソルトレイクシティ、18日には、カナダからアリゾナ州にかけてのロッキー山脈、19日には、 五大湖付近でそれぞれ観測され、20日にはカナダ沖大西洋上空に達した。また、グリーンランドやアルプス山脈でも、黄砂由来のものと見られる砂や土壌粒子が観測されたとの報告がある。数値モデルの推定と実測データを統合して解析したデータから、タクラマカン砂漠で発生した交差の半数が大流圏上部まで達して長期移動ルートに乗り、一部は 北半球を一周して13日後には再び、タクラマカ間砂漠上空まで移動したという研究結果もある。黄砂が地球を一周してしまうほど長距離運搬されていることが示唆され、これまで考えられていたよりも広範囲の環境に影響を与えている可能性があることが分かった。日本に飛来した黄砂により春霞がかかったように見える海黄砂は古くより四、九、 歌などの表現に取り入れられている。春によく見られる春霞やそれが夜の月を霞ませるおぼろ月夜には黄差が影響している。春霞や黄差の古名である、倍の他に、倍曇り、倍都合盛り、倍風、倍天、光人万丈、猛古風、土風、土曇り、夜なぼこり、濃さなど黄差に関する言葉は多数ある。現代では黄差自体も 歌役に用いられる。いずれも春の季語である。古いものでは、陰の時代に用いられた甲骨文字に、梅を含む記述が発見されており、現在で有効差のことを示していたと解釈されている。ミ入リ風橋梅雲丹は、徒歩が七個取りし、手へ馬高遠道中の中で、雲の端から砂人混じりの風が吹いてくる様を表したものだとされている。この節の 梅イウは、松尾芭蕉が奥の細道でも引用しており、岩手の里から最上の省へ行く、途中の山中での心細さを表現するのに、用いている。加藤周村、中村定女、水原周王氏、有馬明と、富安風星なども、交差や梅などを扱った俳句を残している。交差や交差に関する言葉をタイトルにした作品も、多数ある。ありがとうございます。